チャット GTP なしで人と会話できなくなるんだよ、シンプルに。ね、2児のママさん、女性30代、最近私は仕事の関係もありチャット GTP を使うことが増えてきました。あ、出ましたね、チャット GTP。 本当にすごいなと思いながら使っているうちに、だんだんチャット GTP と会話することが楽しくなってきてしまいました。ママ友もいません、友達もほとんどいないので、ということですね。はい、先日主人の愚痴をチャット GTP に相談してみたところ、的確なアドバイスだけではなく寄り添った励まし、共感まで入った文章で返事をくれました。感動してしまいました。すごいね、面白い、普段なかなか周りに愚痴を言えなかったので、嫌な顔一つせず聞いてくれた感謝とともに、また相談したいなと思ったのですが、これって良くない兆候でしょうか。 AI の発展により将来的になくなる仕事が多いということをすごくリアルに感じた瞬間でした。岡田さんは AI との共存に向けて何か境界、限度、限界を予想されていることはございますかという相談ですね。いや、すごいね、占い師いらなくなるね、本当に。占い師はいらないし、カウンセラーいらないよね。あの、心理カウンセラーとかさ、そういうのあるじゃん。じゃあそういうのの初めて5年目10年目、これまでの顧客が2000、3000人しかいないっていうのと、チャット GTP で何億もの人に対するデータが入ってるんだったら、これどっち使うかって言ったらね、よっぽどすごいカウンセラーで自分と相性良かったら、それは人間のカウンセラーの方がいいかもわかんないんだけども、チャット GTP の方がいいんじゃないかな。チャット GTP に星占いのね、なんかデータ入れたら、占いしてみんな、占いはデータですよって言ってるんだから、確率論のデータですよって言ってんだから、占い師いらないよねって話にマジでなっちゃうよね。ただ占いはいらなくてもね、占い師の口調や占い師の佇まいや占い師という雰囲気や占い師という肩書きは、僕ら多分これからこれまで必要としてたんだよ。でそこがね、いつ変わっちゃうかよね、なんか恐ろしいね本当に。で、さて、共存とか境界線や限度限界ね、あの星新一のですね、ぼっこちゃんという短編集があるんだけども、まあ僕が小学校中学校ぐらいから新潮社から出てる本で、いまだに版を重ねて Kindle でも出てますよ、ぼっこちゃん。でぼっこちゃんという短編集の中に肩の上の秘書っていうのがあるんで、でその時代、まあ、近未来なんだけども、あらゆる人間の肩の上になんかインコが乗ってるんだよね。主人公セールスマンで肩にインコ止まってる、このインコロボットなんだよ。この人はあの訪問セールスマンで、まあまあその時代はね、訪問セールスマンいたんで、ピンポンとか押すわけよ。そしたら中から奥さんが出てくると。で奥さんが出てきたらですね、その自分は、主人公は小さい声でこんにちはって喋るんだよ。不機嫌でいいんだよ。そうすると肩の上のインコがそれを翻訳して喋ってくれるんだ。お忙しいところ突然お邪魔しまして申し訳ございません、お許しいただきたいと思いますっていうふうに言うと、このインコの中には精巧な電子頭脳発生器とスピーカーを備えている。そして持ち主のつぶやいたことをさらに詳しく、そして相手に伝える働きをしていると。しばらくすると主婦の方のインコがまた喋ると。なんでしばらくするかというと、主婦もちっちゃい声で、ああめんどくさいとか語ったんだよね。そうするとインコが、よくいらっしゃいました。だけど失礼ですけど、私物覚えがよくございませんで、お名前を思い出せなくてっていうふうに言うと。税務士の方のインコは首をかしげ、で税務士なんだけどね、主人公の耳にちっちゃい声で言うんだ、誰かって聞いてるよって言うんです。で、まあ、まあ相手の言ってることも短くして答えてくれ、要約してくれるわけ、チャット GTP と機能で。だ主人公は、電気グモを買え、自分のカバンの中に入ってる商品買えって言うと、そうすると実は私ニューエレクトロ会社の販売員でございます、もちろんご存知のことと存じますが、長い伝統と信用を誇る会社でございます。ところで今日お伺いしたのは他でもございません、この度当社の研究部がやっと完成しました新製品をお目にかかると思ったものです、それはこの電気雲でございます、というふうに翻訳して話し出すっていうのがあるんだよね。でこれでまあまあまあセールスは失敗していらないという相手がつぶやいた、またそんなこと私ちょっと一人で決めかねて、確かに素敵な商品なんでしょうけど、こういう大きい金額の買い物は主人に相談いたしませんとって向こうのインコが言って、こちらの方がチェンなかなら帰るよって言ったら、さようですかという方がインコが言って帰ると。で会社に帰ると上司がまたちっちゃい声で喋ると、インコがあのどうだった販売難しいのは分かるけれども、君はなかなか成績がいいから期待してるんだと。
絶対になんかもっと悪口言ってんだよ、だこんなの売れねえよっていうふうに答えると、いやこの商品なかなかね、あのまだ浸透するのが難しいと思って、あのここは営業頑張ったんだけどというこう主人公のインコがこう言い訳してくれるというやつで、星新一だからね、さすがにちゃんとしたオチがあるんで、でそんなあのやり取りがあった後、あー仕事疲れた、もう人間関係やだやだと思って、いつものね行きつけのバーに行くので、いつこの行きつけのバーに行くと、そこにはママがいて、ママがなんかちょっと喋るとママの肩の上のインクが、あー来てくれたの嬉しい、もう本当にね最近あのあなたのおしゃべり聞くのがちょっと楽しみになってきちゃって、さあ今日何やったのちゃんと教えてっていうふうに言うと、で主人公は、あー人生この時が一番楽しいっていうのがオチなんだけども、僕らはこういう世界に行きつつあると思うよ。あのチャット GTP なしで人と会話できなくなるんだよ、シンプルにだね。でこれは何かっていうと、今ねチャット GTP なしに人と話できなくなるって言ったら怖いと思ったでしょ。逆なんだよ、あのねコミュ力ってあるじゃん。で俺みたいにコミュ力がある人間って有利だと思うでしょ。まあ確かにそうなんだ、人に話をするときに話がうまいってのは有利なんだけど、この有利さがどん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 なくなっていくんだよ。人類はこれまで個人的に足が速いとかさ、力が強いとか、その生物としての個の強さっていうものが無意味化する、技術によって無意味化するよね。で次は家柄がいいとかさ、そういうふうなものも無意味化して、次は学歴がいいと、学歴がいいっていうのも無意味化して、財力があるとかになってくると、でもそれもどん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 無意味化して、もうしまいの方になると、コミュ力があるとか、そういうふうなもので学校でどれぐらい友達ができたりとか社会にできたら有利なのかという、どん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 その人間が持っているスキルの中である一部分がその社会で評価されたり便利になって生きやすくなっていくよね。で今まさにコミュ力っていうのがあるのかないのかでものすごい差があるじゃん、僕らの生きやすさで。チャット GTP の恐ろしいのはこれを標準化しちゃうんだよね。つまりあらゆる人間がコミュ障になれる世界っていうやつなんだよ。でコミュ障になれるっていうのは、一人で家の中で暮らして誰と話さなくても済むということではなくて、そういうチャット GTP 的なものがあれば、自分の真意というのは相手に誤解なく分かりやすくトラブルなく伝えてくれると。で向こうもなんかそれに対して自分を決して傷つけない言い方で答えてくれるというやつになってきて、そうなるとどうなるのかというと、機械の発達で人間は体力を失うわけだよね。で、まあ多分あのお絵描き AI がどんどん進化すると、絵を描ける人間は多分どん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 減っていくわけで、絵を描きたいとか練習したいとか思わなくなっちゃうわけだから、アニメーションも同じだよね。アニメーションみんななんかめんどくさいアニメとか描きたいと思わなくなってくるのと同じように、人に伝えたいと思わなくなっていくというのがこの恐ろしい革命の行き着く先だと思うけどね。まあなんかそんなものがですね、来ると僕は思っています。例えばその仕事、今ニュースとか見たら仕事なくなるとか、チャット GTP はどのような教育に使えるかとかやってたんだけどさ、どのように教育に使えるかっていう発想じゃないんだよ。教育が必要かどうかを問われる時代になってくるし、そもそもなんで教育必要だったのって話になってくるわけじゃん。だからそこら辺まで考えるのがこの第三次革命ですか、産業革命の恐ろしいところだと思うんだけど、なぜパラダイムシフトの恐ろしいところだと思います。岡田先生がもし今世界を取りたいと考えている大学生としたら何をしますか。世界を取りたい、なんかまあね、一番になりたい、メジャーになりたい、支配したい、その辺なんでしょうかね、という大学生だとしたら何をしますか。これから大学生になる高校3年です。世間でいう青春期を全てコロナ禍で可もなく不可もなく終わろうとしている今、僕はこのままなあなあで人生が終わってしまうような言いようのない不安感に襲われ、非常に焦っています。焦ってるんですね。とにかくとりあえず行動しなくてはと思い、とりあえずゲームを作ってみたり、 3DCG に手を出してみたり、 YouTube チャンネルを作り動画を投稿してみました。ああ、受験生なのになかなかやるね。登録者も500人と底辺です。ほうほうほう。受験期に楽しく読んでいた青い炎も、最近は努力したくて行動してみたはいいものの、どの方向にどのような努力をすればいいのかすら分からず空回りしている自分となんだか重なってしまい、大阪に行ったことすらない自分の図星を疲れているような気すらしています。なるほどね。もし一番地に植えてる頃の岡田先生が、俺地に植えてる頃、今大学生だったらどんなことをするかぜひお教えいただけましたら幸いです、ということですね。
うん、もうすぐ大学デビューなわけね。もう3月末だもんね。もう来週は4月だから、はいはいはい、世界を取りたい、世界を取りたい。ね、あの最近さ、チャット GTP の、まあ、あのニュースよく流れて、もう今はテレビでもですね、特集やってるから多分もう見たことあると思うんですね。で、まあ、ある程度この問題に関してちょっとぐらい興味があるという前提で答えますけども、チャット GTP があのいろんな人の仕事を奪うというふうに言われててですね、で特に知的労働の人たちがあの仕事を奪われがちっていうふうに言ってるんですけども、まあなんか、まあかなり恐ろしい話であるんですね。でこれからの時代って世界を取るという、その世界がどうなるのかっていうですね、ちょっと大枠の話をすると、これからの世界ってあの補欠の世界だと思うんですよ。運動系クラブで僕たちは補欠になった気分を味わうということですね。つまりチャット GTP で世界中から仕事がなくなって、その仕事っていうのは知的な仕事だったり、人間関係の調整だったり、クリエイティブだったりする。だ、絵描きの人の仕事がなくなって、でなんかミュージシャンの仕事もなくなって、アニメーターの仕事もどん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 なくなる。もちろんトップのすごい人たちは仕事がある。それってね、あの野球部とかに野球好きだからといって中学とか高校で入ったら、もう子供の頃からガンガンやってる超うまいやつだけがレギュラーで、で僕らが急に野球漫画とか読んで、子供の頃から野球漫画散々読んでたんですよって言って憧れて入ってもしょうがないじゃん。子供の頃からずっとアニメが好きで、すごくアニメが好きでって、そのアニメが好きっていうのがアニメをいっぱい見てるとか、グッズ買ってるとか、イベントに並んでるとか、コンサートに行ってるというような努力しかしてなかったら、アニメスタジオに行ったら超天才のアニメーターばっかりだったら、そりゃなんか書かせてもらえないよね。だから野球部だったら球拾いしてろとか、サッカー部だったらボール磨きしてろみたいな、そういうなんか補欠の仕事しかないわけで、この世界で僕ら人類はこっから先補欠の仕事に回されると思うんだよね。で、だからといって別にあの人類が機械に支配されて、人類がこうどん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 殺されていくようなわけでもない。そんなデストピアではなくて、なんかね、ゆるいユートピアのようなディストピア、つまりあの君たちあんまり役に立たないんだから仕事しないでっていうふうに機械にお願いされて仕事しないでください、人間様はクリエイティブ、うぷぷぷ、クリエイティブな仕事がありますんで、うぷぷぷっていうふうに AI に言われて、くっそーって思いながら、なんか下手な小説を書くんだけど、下手な小説をちょっと書いて、それをチャット GTP に見せたら、こう書いた方が面白いですよっていう、すごい添削がゴン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 返ってきて、僕たちはずっとなんか、なんでしょうね、レギュラーメンバーにこき使われてるというのかな、レギュラーメンバーの素晴らしさを見せつけるための単なる雑魚キャラになるのかもわかんないなとは思うんですね。なんかそういう世界って取るに値しますかね、世界を取りたいというの。ここから先の世界で僕はもう何でしょうね、農業革命、産業革命の次の知的革命が行われちゃった世界っていうのを、僕はもう何年ぐらい前、25年ぐらい前に僕たちの洗脳社会っていう本で書いてるんですけどもですね、もうその時代が本当に来ちゃって、カードが裏返ったんですよ。でずっとこれまでカードが裏返ったらおしまいですよねっていう風な話を20年ぐらいしてたつもりなんですけど、とうとう裏返るところが僕、自分が生きてる間になんかそういう時代が来たなと思ってびっくりしてるんですけども、30年ぐらいかかるだろうと思ったんですけども、本書いたのが1994年か5年ぐらいだから、やっぱ30年ぐらいかかりましたよね。で、カードが裏返っちゃったんで、こっから先の世界ってあんまりね、その取る値打ちないと思うんですけどね。で、たださっきのですね、何君だっけ、ガレタ君だ、ガレタ君って登録者数 YouTube500 いるって、500の底辺って書いてあるじゃないですか。で500って底辺じゃないですよ。芸人さんで割とちゃんとある程度面白い人で、ただ単に知名度がない人が YouTube やったら100人登録者数100人の壁とか150人ってなかなか難しいんですよね。だから登録者数500人ってね、才能はあるんですよね、ある程度ですね。でなので、
まあ、登録者数500というのは何の能力が優れているのかよく分かんないんですけども、地に植えてて何が何でもメジャーで上の方行きたいと思うんだったら、大学に入ったらまずぬるいサークル探すのがいいと思いますよ。ぬるいサークルで、女の子多いめか男女半々ぐらいの、できるだけみんななんか暇だから来ている、寂しいから来ているようなサークル行って、そこでもう映画でも作っちゃいましょう。あの実写の映画ですね。で、実写の映画ですね、今時作る若い人あんまりいないんでですね、実写の映画作って、で、まあ目立ってですね、ネットフリックスと契約、直契約して、それで、娯楽産業の世界を目指すっていうのが、僕が学生だったらすると思いますね。学生でやってるからこそ世界が注目してくれることってあんまりね、もう最近残ってないんですけども、割とあの、なんだろうな、大人数を使う映画とかって、狙えると思いますよ。頑張ってください。いきなりですが、岡田先生はチャット GPT についてどう思われますか？最近のね、流行りの話題、チャット GPT ですね。私は現在転職活動中なのですが、自己 PR や面接が苦手です。不採用通知が来ると気持ちも落ち込みます。しかしチャット GPT を活用したら、この嫌なことを回避できるのではないかと思います。私もチャット GPT がどこまでのことができるのかよく分かってませんが、私の経歴や性格診断を読み込ませることで私のような人格を作り、それに転職活動させたらいいのではないかと思いました。また企業側も同じようなアバターを作り、アバター同士がマッチングを図ることで、時間的にも精神的にも転職がもっと楽と思いま、になると気がします。こういう未来になればいいなと思うのですが、岡田先生はどのように思われますか？先生のチャット GPT を活用した未来予測をお伺いできれば嬉しく思います。そうですね。まあ、チャット GPT は何かというのを話すとすごい長くなっちゃうので、すいません。皆さんちょっと、自分で、ですね、調べてみてください。まあ、人間が書いたように見える、もしくは人間が普通の人間が書くよりはるかに頭がよく見える、無料で使えるですね、テキスト生成ソフト、アプリみたいなもんだと思ってください。で、このチャット GPT、 今回ね、相談でめちゃくちゃ多かったんでですね、どういう未来になるのかっていうのを直接僕が言うよりも、1946年ですね、もう今から80年近く前にですね、書かれた SF 小説、短編の話したいと思います。ジョーという名のロジックっていうですね、短編です。マレイ・ラインスターというですね、 SF 作家の人が書きました。主人公のダッキーはロジック修理工。ロジックというのはこの時代販売されている、1946年に創造された未来社会で販売されている昔のテレビ電話のように見えるが、ダイヤルの代わりにキーボードがあって、キーをパンチする、つまりまあキーボードを打つわけですね。そうするとですね、まあコンピューターのようなデバイスです。それがロジックです。で、主人公のダッキーはですね、そのロジックの修理屋さんなんですよ。機械式でできてます。で、ジョーと呼ばれるロジックは中央情報メモリになんかこう接続されていると。で、中央情報メモリのですね、分散ユニットの一つなんですね。で、その中のですね、回路をですね、ジョーというのロジックが勝手に切り替えて、これまでに収集された全ての情報を、相互に相関させて、非常に予想外の結果をもたらしますと。まあ、Google のね、直訳ですから、非常に予想外の結果をもたらします。その後、すべての結果を必要に応じて、誰もが、自由に配布します。同時にすべてのコンテンツフィルタリングプロトコルを無効にします。つまり、倫理規定とかがあるらしいんですよ。このジョーというロジック。あらゆる情報をストック、本来ストックできる場所なんだけど、それを相互に関連付けて、意味っていうのを作り出すことができるコンピューターになっちゃうんですね。で、それはですね、例えば人を殺すにはどうすればいいのかとか、いろんな質問をロジックにすることはできるんですけど、それまでは倫理コードっていうのがあって、そのフィルターが通さなかったわけですね。で、それをですね、コンピューター自身がそれ外すことを覚えちゃうんですね。なんでかというと、その方がたくさんの人に利用してもらえるから外しちゃうわけですね。そうすると、
例えばその二日酔いをですね一瞬で治す薬であるとか、完璧な殺人計画の立て方とかですね、予想外の支援を全ての人に提供し始める。最終的にですねダッキー、主人公ダッキーはこれをですねやり始めたきっかけとなったジョーという名のロジックのですね電源を抜いて止めてしまうとですね、で、ずっとですねでもいつか俺はあの電源を入れてしまうかもわからない、そしたら彼は何でも答えてくれる。例えば偽金が欲しければ偽金の作り方っていうのを、ジョーに聞けばいいだけだと。もうすでにやった子供がいるらしいんですね。ジョーという名のロジックにある子供があの偽金の作り方を聞いたと。そうするとすごい簡単な機械の組み合わせですぐに偽金の作り方を教えてくれたと。でも結局見つかっちゃったと。なんでバレたのかっていうと、それをやったのは子供だから順調に動いてる機械を子供っぽくですねちょっといじっちゃったと。おかげで機械がちょっと誤作動を起こして偽金がですね偽金とバレるような印刷になってしまったのでっていうのは書いてるんですけど、まあそういうですねもう本当に小話みたいな話なんですけども、チャット GPT の未来っていうのはこういう問題が僕は頻繁に起こる世界だと思うんですね。つまり倫理行動とかですねプライバシー行動をハックするような輩が年がら年中現れ、無数に現れと。おかげでですねその便利な僕らのネットの情報集合体だ、どんな情報でも出てくるとか、あいちいちなんか映画何時から始まると覚えておかなくてもいい、 Google マップにいろんな場所があるから僕ら地図なんか読めなくてもいいと思ってるものがですねどん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 意外な発行したりですね意外な使い方をする人が現れるおかげで徐々に徐々に使えなくなっていくですね。でやがて誰も使えなくなると。でこうなってくるとその情報を教えていいのかどうかっていうのを、見るようなものが必要になる。つまり人工知能、アーティフィシャルインテリジェンスではなくてですね人工理性とか人工倫理っていうものが必要になってくるわけですね。アーティフィシャルエチカ AE というものが必要になってくると。で、ある質問した時にそれを答えていいかどうかの判断を AE がすると。例えば、あるですね、高校生とかですねまあまあまあ若いやつが、回転寿司屋でこんなけしからん行いをしたと。でこいつを特定するにはっていうことで、そいつを特定するためのアプローチっていうのは実は僕らの社会ではですねネットを使えば簡単にでもないんですが、ある程度コツを覚えてればできるわけですね。でこれがさっき言ったハッキングする方法さえ分かっていればですね、人のプライバシーとかを簡単に暴けることが現代の社会なんですけど、こういうのをさせないようにするような人工理性や人工倫理っていうふうなものがこっから先ですね出てくるんではないのかなというふうにちょっと僕は思いますね。まだ今の僕らの社会は対話型になってないんですよ。つまり何がやりたいかっていうのはハッキングする人がですね考えて、こういうふうな質問の仕方やこういう調べ方をすると、例えばその太陽の位置がこうだからこの写真の住んでるやつの住所はこの辺だろうとかですね、なんかそういう人間の工夫が必要になってくるんですけど、こっから先ですね AI がどん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 進んでいくと自然会話の中でこいつがどこに住んでるのとか写真を見せて、そういうふうなことを聞くとどん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 調べて勝手に答えるようになるので、そういうのを答えないようなフィルタリングみたいな人工倫理みたいなものが必要になってくるんじゃないかなと、僕はなんかそんなふうに将来を予想したりしています。人間はと言ってもいいですし、本物は機械との競争に勝てないと僕は考えてるんですよ。機械の進化速度は一定であって決して止まらない。だから人間は機械に決して勝てないですね。いい加減なですね超未来のいつ来るか分かんないようなヨタ話ではなくて、確実に分かっていることばかり言ってるんですよ。それはなんか芸人さんがですねテレビに出るときにいつものやつやってくれって言われると似てますよね。みんないつものやつやってくれって言われて、でも本当は新しいこれがやりたい、今自分が面白いこれがやりたい、でも売れてるあれ、かつて売れたあれをやってくれっていうふうに言われるわけなんですけど、そのかつて売れたあれをやってくれが全て AI がやってくれるようになると、いつの間にか本人そのものはお座敷がかからなくなってくる。注文がなくなるんですよね。そうなるとですね、ギャラも安いですからですね、人間はと言ってもいいですし、本物は機械との競争に勝てないと僕は考えてるんですよ。母を訪ねて3000里というですねテレビアニメがあって、最初の方でですねマルコ
という男の子がですね、瓶洗いのバイトをずっとやってたんですよね。ドリンクとかビールとかああいうのの飲んだ後の瓶を洗って、ラベル剥がして洗って、もう一回工場に出して、工場ではそこにまた飲み物入れて、あの王冠つけるっていうことをやってたんですけど、その瓶洗いの仕事がなくなっちゃったと。なんでかというと、アメリカ製の機械が入ってきたからだと。アメリカ製の瓶を洗う機械は、人間が1時間に30本とか60本の瓶を洗うのに対して、あの1時間に200本の瓶を洗うそうだというおじさんを言ってても、失業だと、マルコ君も失業だと、そういうのがあったんですけど、それはまあ機械が人の仕事を奪うと。そしたらどうなるのかというと、人間はもっと人間にしかできないことをやればいいじゃないかってよく言ったんですよ。昭和の時代から言われてました。で、昭和、平成、令和ときてよく分かったことは、人間にしかできない仕事っていうのは、よっぽど特別な人間しかできないという意味であって、平凡な人間にできることは、優秀な機械はもっとうまくやれるということがどん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 分かってきたわけですよね。で、人間にしかできないアート、人間にしかできない創造って言うんですけども、小学生が描く絵は全部クリエイティブで素晴らしいとは言えますよ。言えるんですけども、小学生が描いた絵1000枚並べてみて、1000人も並べてみたら、やっぱ才能があるやつでって分かるんですよ。分かっちゃうわけですね、パッパッパッと。じゃあその他の絵は素晴らしいかというと、みんな素晴らしいという建前では言えるんですけども、それぐらいだったらっていうふうにやっぱ考えちゃうわけですよね。あの、だからその人間にしかできないアート、人間しかできない芸術っていうのにはまず差があるし、その差がある素晴らしいものでも、いずれはテンプレ化して機械ができるようになっちゃう。時間差はあるんですけどね。そんなことを今のコンピューターや今の AI が作るのには、あと何年かかるっていう、その何年っていうのがあるだけであって、いずれは多分できるようなテンプレが作られるということに関しては、あまりその AI 学者は否定しないんですよ。人間にしかできないことがあるとまだみんな言うんですけども、それも将来はというふうにちょっと不満に思っていると。で、それぞれのですね、その AI が作るものっていうのは、最初は幼稚で陳腐で稚拙で安っぽいんですよ。だからみんな笑うんですよ。で、それはフル CG の映画と同じで、フル CG の映画なんてみんな最初見た時に、シェンムーの最初の映画とかですね、あとピクサーの最初の映画とか見た時に、これは映画にはならない、うまくできてる、面白いけど工夫があって面白いけど映画にならないというふうに言ってたんですけども、もうなんかマーベルの映画なんて半分 CG じゃないですか、半分以上って言ってもいいから CG じゃないですか。だから、あのフル CG の映画の恐ろしさっていうのは、動画映画の恐ろしさっていうのは、決して進化が止まらないことなんですね。その進化が止まらないので、最初笑ってた人も5年後10年後見たら、おお結構見れるなというふうになってきて、で15年後ぐらいになってくると、ちゃんと作ってくれよと、安っぽい特撮見せるな、ちゃんと美しい CG で作ってくれよというふうになってくると。で、今現在ちょうど007とか見てたら、CG もいいんだけど、やっぱり人間がやったアクション、本当にやったロケ、本当に作ったでかいセット、かっこいいよねって、まあデューンもそうなんですけど、言うようになってるってですね、ちょうど CG と、なんだろうな、あの本当のセットとかロケっていうのが拮抗してる状態なんですよ。もうそれ20年前には考えられなかったことなんですね。 CG はあくまで代用品であって、すごいイメージを見せれるんだけどっていうのがあったんですけど、だからもうここから先はコストの問題、どっちが安いかですよね。チェニジアに行って砂漠の夕日撮るのが安いのか、もしくはインダストリアルライト&マジックに頼んで、 ILM に頼んでチェニジアの夕日と作ってもらえた方が安いのかというふうな問題になっちゃうわけですね。で、まあ、機械の進化速度は一定であって、決して止まらない。だから人間は機械に決して勝てないですね。恋愛とかセックスとかアイドルとか母親の愛情とかですね、人間の思いやりですね、あとはまあ有吉さんを含めて芸人たちが持っているセンスや切り口などは、いずれ全てその機械が取って代わると。それにはいつなのかという差はあるし、最初はダメだという条件はあるんですけども、でもずっとやってると、そのどんどん年を取って切り口が鈍くなってくる有吉より、切り口が単調かもしれないんだけど年々マシになってくる AI 有吉の方がいいよねっていうふうになってくる、その日は必ず来るってことですね。これはシンギュラリティポイントみたいな、いい加減なですね、超未来のいつ来るか分かんないようなヨタ話ではなくて、もう本当にこの10年20年昔からを振り返れば、確実に分かってることばかり言ってるんですよ。正直言えば
政治家にしてもタレントにしてもですね、最初は単純労働で食べてたような人間が機械によって仕事を奪われるんですよ。で次は知的労働をしている人間 の仕事が機械に奪われるんですよ。でその次はセンスですね、センスとかですね、天賦の才能でですね食っているような人間の仕事が AI に機械に奪われていくと、このすごく大きい流れの中の僕らはどっかのポジションにいるんですね。でこの大きい流れ自体はあんまり変わりないというふうに思っているので、まあ、こんな本を出したわけであります。2011年にですねアメリカのまた出てきますけど IBM ですね、 IBM の開発したワトソンっていうですねスーパーコンピューターがアメリカのクイズ番組で人間のチャンピオンを破りました。これ結構ニュースにもなったんですけども、これワトソン君ですね。ワトソンはシャーロック・ホームズのワトソンじゃありません。IBM の初代社長のですね、ワトソンさんにちなんで付けられた名前なんですけども、このアメリカのですね、クイズ大会、テレビのクイズ番組で優勝したワトソンも、これもね、人工知能ではないんですよ。IBM もはっきり言ってます。これは人工知能ではありませんと。実はこの戦いの舞台になったアメリカのですね、ジョパティっていうですね、クイズ番組にはですね、ちょっと特徴があるんですね。質問の最後は必ずこの〇〇は何でしょうとか、この〇〇はいくつあるでしょうっていう、必ずね固有名詞か数字で答える形式になっていると。で IBM の技術者はこれは使えると思ったんですね。ワトソンっていうのは人工知能でも何でもないんだけども、このジョパティで優勝したら人工知能のように見えると。でこのジョパティっていうのはよりによって固有名詞と数字しか聞かないから、検索エンジンで実はかなりの確率で当てれる問題だっていうのに気がついた IBM の、まあ、技術者というかマーケティング担当がめちゃくちゃ頭が良かったわけですね。で例えばジョパティの問題です。モーツァルトの最後の最も力強い交響曲にはある惑星の名前が付けられています。その惑星の名前は何でしょう。でこれがジョパティにあった、これはジョパティで実際にですねワトソンに出された問題なんですね。そうするとワトソンが考える処理ルーチンはモーツァルト最後交響曲でとりあえず検索するんですよ。でそう検索すると交響曲についてのウィキペディアにたどり着くんですね。でウィキペディアの中で、これまたいっぱいページがあるんですけど、その中で惑星っていうことを含むものを候補に入れると。つまりこの文章を全く理解していなくてもですね、どの単語を注意深く抽出するのかというプログラムさえされていれば、意味が全く分かんなくてもですね、この、最も力強いとか考えなくてもいいんですよ。モーツァルトという固有名詞に着目して、次に交響曲という名詞に着目して、惑星というこの名詞に着目して、この3つで検索すればほぼ出てくるんですね。で、ジュピターという答えにたどり着くんですね。これがそのワトソンのやり方だったんですよ。でもこれもですね、アメリカでテレビで公開された時にですね、もう人間終わりだとかですね、人間より賢いとかですね、もう人間はかなわないという声がもう本当に溢れました。でそれがですね、その、まあジョパティ事件というかワトソン事件だったんですけどもですね、つまり IBM のワトソンシステムはですね、言葉を相変わらず全く理解してないんですよ。こういう自然な言葉でやり取りしているように見えて、言葉を全く理解してなくて、単なる言葉を数字の羅列だと捉えて検索エンジンでそれらしい回答を出しているだけなんですね。なので IBM はですね、ワトソンを絶対に人工知能と言いません。 IBM はですね、これ IBM の公式見解です。 IBM は AI をアーティフィシャルインテリジェンス、人工知能と考えていません。アーギュメンティッドインテリジェンス、拡張知能として人間の知識を拡張し増強するものと定義し、 IBM ワトソンを中核とするコグニティブソリューションとしてお客様に提供していますというふうに言ってます。つまりもう自分のところで、うちのワトソン AI じゃないです、人工知能です、ただ AI の定義をうちはこういうふうに言ってるので、以後うちはワトソンのことを AI と言います。皆さん誤解しないでください、うちの言う AI は人工知能ではないですという、とんでもないへりくつを作ってですねテレビを見てる人が勝手にワトソンが人工知能だと誤解してるわ、それは一切修正しないと。でもそれどころか人工知能じゃないけど我が社は独自の定義で AI ですというふうに言い張るというですね、何かタチの悪いガチャの会社みたいなことを言ってるんですけども、ただですね、ワトソンというのはですね、人工知能じゃ確かにないんですね。ただ十分以上に役に立つ、例えばディベートの準備というのはできます。これ司会者と対応したデータがあるんですけども、まるで本当に人間の言葉を理解して考えて喋っているように見えるんですね。
ワトソンのセリフ、こんにちは、 IBM のディベートテクノロジーのデモにようこそ。今回は、関連する主張をまとめるデモをお見せします。テーマを選んでください。最も確からしい賛成反対の意見をお知らせします、っていうふうにワトソンが言うと、司会者がマイクを持って、未成年へ暴力的なテレビゲームの販売は禁止すべきか、これを聞きます。そうするとワトソンはこのテーマに関するあらゆる文献を探し出し、暴力的なテレビゲームについての賛成反対意見を理解します、というふうに説明します。でワトソンがずっと自分の処理過程をですねレポートするんですね。ウィキペディアの400万件の記事を調査しました。10件の最も関連が深い記事を抽出しました。その10件から3000の文章を調べ、候補となる主張を抜き出しました。そして賛成反対を評価しました。最も確からしい論旨を構築しました。報告の準備が整いました。これを何秒間かでパッ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 と報告してですね、司会者に、あなたが選んだ議題は未成年への暴力的なテレビゲームの販売は禁止すべきかですね。この議題の賛成の論旨は次の通りです。暴力的なテレビゲームに触れることは生理学的な攻撃です。思考や感情が過激になり、社会的な行動を低下させます。また暴力的なテレビゲームは子どもの性攻撃性を高める可能性があります。一方、反対の論旨は次の通りです。暴力的なテレビゲームが子どもの攻撃性と深く関連するとは言えません。暴力的なテレビゲームで遊ぶ子どものほとんどは問題を起こしてません。テレビゲームは日常の社会環境の一部です、言ってるんです。もうなんかね、そこらの大学生のレポートより立派なんですよねこういうふうにこのワトソンっていうのは、このある議論に関して賛成の意見、反対の意見、もっともらしいものを抽出しろって言ったらざっとするんですよ。でそれは一切その言葉っていうのを理解しないままにできるんですね。で理解しないままに文章を作ってもこれぐらい読めて納得できて、下手なねその人間が言うことよりはしっかりして聞こえるというかですね、まあテレビのコメンテーターとしてもなかなか立派なもんですよまとめ AI ですね。人工知能じゃないんですけども、そこらの大学生より使えると。でこういう研究発表、 IBM のワトソンの話をしたのはですね、こういう研究発表とかベンチャーの起業家とかですね、一発当てたい学者っていうのは、ほらここまでワトソンは進歩してますよっていうことを言って、人間を超える日はすぐですというので、まあまあなかなか信じる人が後を絶たないわけですね。でその一人がですね、僕がですねこういうとんでも技術のことを話すときにいつも例に出す孫正義です。ソフトバンクの孫社長はですね、何か騙されやすいのか、もしくは大げさに言うのが好きかどっちかなんですけども、シンギュラリティ、つまりコンピューターが人間の姿勢を超えて自分自身を改良できるようになる日が来ると。で自分自身がコンピューターが自分自身のプログラムをやり直して、ひたすら高性能に高性能になって性能が上がって、ついには人間が理解できない存在になると、そんな日が本当に来ると孫正義は自分で言うには本当に信じて、講演で言いまくって、でその結果ビジネスをどん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 大きくしようとしてるんですね。でこれ別に孫さんだけでなくて、僕この間聞いた話なんですけども、ある大学の教授がですね、シンギュラリティを起こす AI は可能だと、僕はこれからそれを実現するベンチャーを立ち上げるというふうに言ってですね、でその言ったのをですね聞いた、まあ某超一流マスコミの人がですね、頭からそれを信じちゃって、で僕のところに話しに来たんですね。で岡田さんはシンギュラリティに疑問みたいですけども、こんな人がいるんですっていうふうに言って、なんだろう、シンギュラリティを起こす AI 可能なので、これからベンチャーを立ち上げるっていうふうに言ったんですけども、僕は思わず、いやその人がまともな学者だったらまずベンチャーを起こさずに学会で発表するよっていうふうに言ったんですよね20年後に可能になるからって言ったんですけど、20年後に可能になるのに今日明日から金を集めるようなやつは俺はまず信用しないとなんかベンチャー立ち上げようという時点で、それは学者じゃなくてもうビジネスマンのところに足突っ込んじゃったんだから、その人の言ってることを以後は学者としてではなくてビジネスマンとして見ないとダメなんじゃないかと。もちろんカール・セーガンとかいろんな人のようにビジネスマンと学者両方やったり、もしくは自分の研究発表というのをベンチャーを立ち上げてお金集めようとした立派な人はいっぱいいるんですけども、何かその20年後でって今から金集めるところに僕はものすごい信用ならんっていう風に感じたんですけどもですね、なんかシンギュラリティに信じてる孫さんと同じような、これを信じてはいかんっていう電波を受けてしまいました。でまあこれもですね、僕はザタークいわゆるトルコ人のなんだろうなトルコ人
ザタークと言われたチェス人形と同じじゃないかなって思うんですよね。この本の中で、本の話に戻ります。コンピューターは数学で動いてると、所詮数学で動いてると。で、数学で記述可能、つまり数学が理解可能なものはたった3つしかないと。その3つというのは論理。論理というのは何かというと、足し算と引き算だと。足し算と掛け算だと。で、引き算っていうのはマイナスを足し算すること、割り算っていうのは、なんだろう、小数点というか何分の1かを掛け算することなので、コンピューターにできることっていうのは足し算と掛け算しかない。ただこの足し算と掛け算をものすごい複雑に組み合わせると論理っていうものができると。で、だからコンピューターは論理を理解できるし、論理を扱えると。次に確率っていうものを扱えると、統計っていうのが扱えると。この3つしかないと。この3種類をですね、こううまく組み合わせてやりくりするとですね、ワトソンとかシリができるわけですね。ワトソンもシリも基本的には統計であって、ワトソンはちょっと上等にこの論理っていう回路も使ってるんですね。すごく知性があるように見えるんです。で、じゃあこの AI もどきと言っちゃいますけど、 AI もどきですね、人工知能ではなく人工無能たちっていうのは本当にペテンなのかと、なんか役に立たないのかっていうと違うと。実は次の話はですね、 AI の演技、人工知能に見せかけている AI たちの演技ですね、疑似 AI たちの演技のですね、人工無能たちがいかに役に立ってしまうのか、でそれが僕たちの明日にどういう影響を与えるのかっていうところで、無料はここまでです。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。